こんにちは。マチカドチャンネル、ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、福島県はいわき市のいわき駅に来ています。いわきの、ね、駅をこうスタートして、街をね、ぐるっと歩いてみたいと思います。大体30分ぐらいのコースを行います。で、いわきの、いわき駅、10年ぐらい前に一回来てたんですけど、なんか駅がすごく綺麗になったように思います。なんか、駅前もちょっと、なんか変わったように思うんですけど、どうなんですか？ちょっと、記憶がね、なんか、えらく綺麗になったなっていう感じはしてるんですけども。最近のね、このね、駅前施設の読むのが難しい問題っていうのは、なんていうんですかね、だと思ってるんですかね。なんか、わかりやすい名前をつけてほしいと思ったりするんですけど、ちょっとね、市街地図が出ているので見たいと思うんですけど、この前が駅前大通りで、右手側に銀座通りがあって、で、レンガ通り、西土工事通りがあるんですね。なんで、このね、右側の、右手の方の通りの辺を歩いていきたいと思います。最後ね、以前ね、行った、神社のあたりをね、ゴールにしたいと思うんですけども、このね、右手の方にね、ちょっとね、後でお見せしたいと思うんですけど、右手の方にね、小高い山があって、そこの上にね、神社があって、そこ、いい感じだったんで、そこをね、歩くゴールにして、ブラブラしていきたいんですけども、なんかこう、全然、地元の人は多分すぐ認識すると思うんですけど、この駅前にあるね、施設をできればカタカナ表記にしておいてほしいんですけど、書いてますね、ラトーブっていうんですね。なんか他の町と差別化を図ってつけてるんでしょうけれども、読みづらいっていう、そして検索しづらいっていうね。昔の駅前デパートとか、まあそれはそれでね、検索しづらいとかあるかもしれないですけど、でも分かりやすかったですよね。で、これが銀座通りですよ。で、これね、横の通りが、ドミナさんぐらいでもあるんですかね。京都ラーメン。大きい。こっちに美容院があったり、猫が、シャム猫系の猫ですかね。で、カクテル&ウイスキーの店とか、ちょっとね、日付言うの忘れてましたね。2021年の7月の
21日の水曜日ですね。時間は6時10分ぐらい。まあ6時10分ぐらいなんでね、まだまだこの辺の夜のお店は準備始めたばかりという感じでしょうか。ミックスバー釜騒ぎ、何ですかこのミックスバーっていうの、ちょっと知らないジャンルですよね。でこの辺はスナックとか、ラウンジとか、そういうお店がこの辺りは固まってるんですね。ラーメン、おいでや、なんか味がある感じで美味しそうですよね。で、大きな通りに出てきたんで、ここね、また左に曲がって、今で6時10分ですけども、で日が陰ると比較的歩きやすくなるんで、めちゃくちゃ嬉しいです。やっぱ夏は夜歩いた方がいいですよね。今日もなんかここも味がある通りですよね。この右側も若干こう宮がっぽいんですけど、ここちょっと歩いてみましょうか。まだね、夜のお店営業前だと思うんですけど、新しくね作った町とかって、なんかこの辺もいい感じの路地ですよね。新しい町を作るとこう大体地中連線は地中化するんですけど、この町はめちゃくちゃ電線が主張してて、なんかこれはこれで面白いですよね。僕は結構嫌いじゃないですね、電線。ちょっと靴紐がほどけたので、ちょっと失礼して、バーとかそういうのがあるんですね。しかしここは電線の主張が強いですよね。こういうとこにもバーがあって、いわき市は緊急事態宣言とか出てないですよね。なので多分夜とか普通に営業してるんですよね、これ。で銀座通りまで戻ってきましたんで、もう一回これを右に曲がって、でね、このね、こっちも右に曲がったところも結構いい感じで、なんかほんとこういう街がどんどん今なくなってきてるんで、自然発生的な街が面白いですよね。
なんか猫がお腹大きいねとかって言ってましたけど、結構立派な飲み屋街ですよね。左に曲がって、で、こっちも、ここはボクシングジムとかのビルですね。でもスナックとか入ってて、で、もう少しね。一本こっちに来てみて、もう案内が出てるのでめちゃくちゃ助かりますけども、これは本町通りっていう通りなんですね。で、さっきの田町っていう町で、で、この町を左に行って、で、もう一回こう、もう少しね、右方向、これ、右方向は多分、東になるのか、南になるのか。地図見てみましょうか。もう一本南の通りで折り返して、で、小高いね、山の上の神社に行って、これゴールにしたいと思います。前回の10年ぐらい前に来た時は、有名なね、うなぎ屋さんだと思うんですけど、うなぎを食べてね、で、町をね、ぐるっと歩いたんですけど、全然覚えてないんですよね。この銀座通りを右に曲がって、この辺はまたこの辺で味のある建物が多いですね。わさび、さあ、花屋さんわさび、リラクゼーション、平和通りっていうんですね。で、手打ちうどんそば、このテナントエポシュー強いですね。
と5日目ともなるとね、実はもう外食そんなに欲しくないっていう。で、この道を作りね、ちょっとね、神社の名前をね、忘れてしまったんですけど、鎌倉って言うんですかね、これ。もうね、ちょっとね、名前ちょっと調べてみたんですけど、分からなかったんで、ちょっとついてから、ここからですね、この神社に行くには、もっと戻った方が良さそうなので、ここはレンガ通りですね。この町にも野上があるんですね、パン工場の野上、生食パン、子供がえらい怒ってるみたいで、特にこの道を行けば良さそうなんですけども、5日間経ってね、足の裏のね、指の地面につくところがね、めちゃくちゃ痛くなって、豆とかではなくて魚の目っぽい感じなんですかね。ちょっとね、今回もね頑張って歩きました。ちょっとやっぱ5日間はしんどいですね。3日4日ぐらいにやっぱりしとかないと、やっぱね、足休めないとね、
だいたい1日 4,5 箇所歩いて、で撮影で2キロで、駅とかから戻ってくるとね、やっぱ4キロとか歩くんで、なんか20キロぐらい歩くと決まって、1日で。なんか1日20キロ歩くと、まあ、いい季節だったらいいんですけど、ちょうどね、暑い時期は、体力的にきつかったり、やっぱり足のトラブルとかもあって、思うように歩けないんで、まあやっぱり休み休みでやった方がいいなと思いました。で、ここもちょっとね、札がね、こっち側についてるんですけど、今夜町商店街、今夜町でいいのかな、若干はありますね。でもこの辺はね、なんか落ち着いた街並みで、古い蔵なんですかね、土蔵があったりして、歴史を感じる一帯なんですけども、確かね、前回来た時そのうなぎ屋さん町の中にあったんですけど、なんかこの辺りに移ってきてるみたいで、ね、なんかね、ちょっと歴史を感じる建物ですね。あ、これですね、この右手っ側ね、ローベって言うんですかね、あの前回10年ぐらい前来た時は決してね、綺麗な感じのお店じゃなかったんですけど、かなり綺麗になってますよね。ちょっと敷居が高そうな国和倉神社ですね。わかりました、国和倉神社ね。ここもね、最後石段があって、ちょっと頑張って石段登ってみたいと思います。なんか周りをちょっと見渡すと、でね、普通の住宅街があって、全然これなんていうんですかね、もうなんか言葉が浮かんでこないんで、すいません。こんな感じでね、街を見渡せる
夏は蚊が多いですね。境内こんな感じです。落ち着いてきました。ではね、この辺りで動画終えたいと思うんですけども、良ければ、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。なんかハーハー言いながら終わってしまうんですけども、ありがとうございます。